皆さんこんにちは。井上尚弥選手が東京ドームで行われたスーパーバンタム級タイトルマッチでルイス・ネリ選手に6回 TKO 勝利を収め、見事に防衛に成功しました。この試合は1990年のマイク・タイソン対ジェームス・ダグラス戦以来34年ぶりに東京ドームで行われたボクシングの世界タイトルマッチで、4万3000人のファンが詰めかけました。試合は1回に井上選手がプロ初のダウンを喫するという衝撃的な幕開けとなりましたが、その後は2回、5回、6回とネリ選手を3度もダウンさせ、見事に逆転 TKO 勝利を収めました。この試合について元世界王者の亀田智樹さんにコメントをいただきました。井上選手が1回にダウンを喫した時は正直かなり驚きました。でもそこから立ち直ってネリ選手を3度もダウンさせて逆転勝利するあたり、さすがは世界最高のボクサーだと思いました。特に印象的だったのは6回の TKO シーンです。あのような破壊的な右フックを放てるのは井上選手ぐらいだと思います。今回の勝利で井上選手は改めて世界最高のパウンド・フォー・パウンドの C を不動のものにしたと言えるでしょう。ネリ選手は試合前に井上選手について、直也はいいボクサーだと思う、スピード、パワー、才能もある、クロフォードやデイビスのようにね、と評価していました。しかし戦う身としては、ただ俺は井上より勝っていると思う、と自信たっぷりな発言をしていましたね。あいつが PFP のナンバー1だとは思わない、もっと良い選手がいる、でもメディアが彼をナンバーワンだと言うなら嬉しいよ、なぜならその選手と戦えるんだから、と笑いながらコメントをしていましたが、井上選手との試合後、もちろんいつでも再戦したいと思っている、またここに戻ってきたい、ディフェンスを強化してもっと強くなり、勝つためにここに戻ってきたい、と明言しています。勝つことはできなかったが、まだ終わっていない、リングの上で死ぬというメキシコ人らしさは見せることができた、とも胸を張っているコメントをされています。ですが一夜明けた7日にボクシングシーンコムのインタビューに応じたネリ選手は、実際に戦ってみての井上選手の印象については、ああ彼はとても優れている、とコメント。一方で、彼はそれほど強いわけではないが、信じられないほどのスピードを持っている、それでも俺は未だに彼が世界で最高の選手ではないと思っている、彼はパウンド・フォー・パウンドのベストではない、と強がりとも思える発言もしています。ただ井上選手の実力を認めているのは間違いなさそうです。彼はおそらく126フェザー級、130スーパーフェザー級まで上がるだろう。すべては相手次第だ。間違いなく彼はあの階級でも何かを成し遂げられるし、そこに上がることができると、断言しました。拳を交えて感じた可能性を言葉に表しました。ネリ選手も素晴らしい挑戦者でしたが、井上選手の壁は厚かったですね。これからも井上選手の活躍から目が離せません。海外メディアもこの試合を大きく取り上げています。アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN は、井上がオープニングラウンドで輝かしいキャリア初のダウンを喫したが、ネリを3度ダウンさせて見事に立ち直った、と伝えました。またパンチ数を集計するコンピボックスのデータでは、井上選手のクリーンヒット数が107で、ネリ選手のを大きく上回ったことも紹介し、クリーンで鋭くハードなパンチを当てていた、と評価しました。イギリスのガーディアンは、井上がネリを TKO で倒して世界最高のパウンド・フォー・パウンドとしての C をさらに高めた、と報じました。第1ラウンドに井上がネリの重い左フックでダウンを喫して場内は静まり返ったが、さらに集中力を高めた無敗の日本人スター、通称モンスターが、それ以上のダメージを与え返し、6回に破壊的な右フックでショーを締めくくった、と劇的な試合模様を伝えています。井上選手は試合後のインタビューで、東京ドームで34年ぶりの日本人メインイベントですごくプレッシャーがあったが、
ファンの声援が自分のパワーになった。倒した瞬間はいつになく最高の気持ちだったが、1ラウンド目のサプライズはいかがでしたか？と話し、ファンを沸かせました。また、ネリ選手との握手については、6年前の因縁は覚えていたが、今回は井上 VS ネリの真剣勝負に集中した。勝った瞬間は感謝の気持ちで握手を求めに行ったと語りました。次の防衛戦の相手については、WBA、IBF スーパーバンタム級でランキング1位のサム・グッドマン選手の名前を挙げ、9月頃に防衛戦をしたいと宣言しました。一方、挑発的なコメントで注目を集めたネリ選手ですが、メキシコメディアの取材に対し、井上を過小評価しているわけではない。過小評価していたらまともにトレーニングしない。彼がタフな選手だということは分かっていたし、自分のキャリアで最も厳しい試合になると思って5ヶ月間準備してきたと語り、真摯な姿勢を見せました。ただ井上がパウンド・フォー・パウンドで世界最強とは思わないとも付け加え、最後まで挑発的なスタンスは崩しませんでした。世界中のボクシングファンに衝撃を与えた井上選手のプロ初ダウン。アメリカのブラディエルボーは現実離れした光景で世界中のボクシングファンにタイソン対ダグラス戦を思い起こさせたと表現。しかし井上の下では番狂わせは起きなかったと逆境を跳ね返した井上選手の強さを称えました。また CBS スポーツはモンスターが立ち直ってメキシコの敵を KO しタイトルを守ったと伝え、1回のダウンは井上に火をつけただけ。この勝利で伝説となりつつある彼の名声はさらに高まったと絶賛。イギリスでもスカイスポーツが井上が衝撃的なダウンを乗り越え破壊的な KO 勝利と報じ、 BBC は井上が東京でネリを圧倒、ファン熱狂のエンターテイメント性あふれる素晴らしいパフォーマンスだったと伝えました。 SNS では井上選手がネリ選手を成敗したシーンの象徴的な一枚の写真が拡散され、世界中のファンから絶賛の声が相次ぎました。モンスターのボクシングは見事だった。本当のチャンピオンだ。素晴らしい。ザ・ベスト。間違いなく世界最高のパウンド・フォー・パウンド。日本のファンからも、すごい写真。ショットガンのような右ショート。これぞ世界王者の姿だ。といったコメントが寄せられました。プロ初ダウンを喫するアクシデントがありましたが、逆境を跳ね返す姿は、まさに、モンスター、井上尚弥選手の真骨頂。日本ボクシング界の救世主が再び世界一の座を揺るぎないものとしました。最後に再び亀田智樹さんのコメントをご紹介します。井上選手の勝利は日本のボクシングファンにとって本当に誇らしいことだと思います。彼はボクシング先進国の強豪たちを次々と撃破し、日本人初の4階級制覇も成し遂げました。今や世界中のボクシングファンが彼の試合を楽しみにしているのは間違いありません。井上選手の活躍は日本のボクシング界に大きな希望を与えてくれています。次の防衛戦も楽しみですね。以上、井上尚弥選手の WBA、IBF、WBC、WBO 世界スーパーバンタム級タイトル防衛戦の模様をお伝えしました。世界のボクシングシーンに君臨するモンスターの勇姿はこれからも私たちを魅了し続けることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。